5ミリぐらいの幅でスライスしときましょうか。皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はですね、私が暑い日によく作って食べるキンキンに冷やしたトマトの食べ方を紹介させていただきます。ほんとこれね、レシピっていうほどのことじゃないです。トマトシャシャシャっと適当に切ってカリッカリに仕上げたちりめんじゃこと旨味を効かせた魔法の粉を振りかけて超簡単に作れるガチで美味しいトマトの食べ方なんで、ほんと暑い日に作って食べてください。トマトは水分の多い野菜ですし、暑い日のね、熱中症予防や夏バテ防止にマジでおすすめ。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、トマト今回2個使います。食べたいだけ作ってください。できるだけ真っ赤っかで売れてるやつがおすすめ。あとしっかり冷やしといてください。はい、こちらちりめんじゃこ、これもね、いっぱいある方が美味しいんでたっぷり用意しといて、そして今回の味の決め手はこいつです。粉チーズ小さじ1に鶏ガラスープの素を小さじ4分の1ぐらいね、加えて混ぜ合わせたもの。この魔法の粉マジやばい。はい、そしてごま油適量。材料は以上でーす。まずね、このちりめんじゃこ、まあこのまま使っても構わないんですが、カリッカリにした方が美味しいので、ちょっとね、広げれるような耐熱皿に入れていただいて、電子レンジで様子を見ながら、そうですね、30秒ぐらいずつね、加熱しながら数回に分けてカリッカリになるまでレンチンしてください。あいよー、今こちらちりめんじゃこレンチンしてきました。ほんとね、30秒レンチンしたら混ぜ合わせて再び広げる、そして30秒レンチンとね、様子を見ながら合計で2分前後するとマジでじゃこの水分が飛んでカリッカリになってね、旨味倍増するんで、様子を見ながらちりめんじゃこはレンチンしてカリッカリにしてください。これ一気にレンチンしちゃうと加熱ムラができてね、カリカリにならないとこが出たり、同じとこばっかり加熱すると焦げちゃう恐れがあるので、ほんとね、30秒ぐらいずつ様子を見ながら2分前後加熱してカリッカリにしてちょうだい。そしたらこれちょっと広げておいて冷ましときます。はい、ということでキンキンに冷やしたトマトを食べやすい大きさに切って器に盛り付けちゃいましょう。はい、半分に切ったらこのヘタのところね、 V の字にカットして取り除いてください。もう切り方とか別にこだわりないので、食べやすい大きさなら全然 OK。 今回5ミリぐらいの幅でスライスしときましょうか。はい、こんな感じね。あとはこいつを器に盛り付けるだけ。もうこれマジでね、トマト何個でも食べれる。しかもしっかり冷やしといてほしい。もう夏の暑い時におすすめなんでね。はい、適当にトマトを切ったら盛り付けてください。はいよ、トマトを切って器に盛り付けたら仕上げていきましょう。はい、まずごま油、これをね、もう適当にタラタラーっと回しかけちゃいます。このごま油の風味がマジ最高。そしてこの魔法の粉、粉チーズと鶏ガラスープを混ぜたものを全体的に広げてかけちゃう。はい、こんな感じね。だいたいこれ粉チーズが4に対して鶏ガラスープの素が1ぐらいの割合で合わせてください。はいよ、最後冷ましといたこのカリッカリちりめんじゃこを上からパラパラっとトッピング。いや、これマジでやばいからね。じゃこの旨味とチーズの旨味、そして鶏ガラスープでマジで無限に食える。はい、オッケー。ちょっと彩りが寂しいし、ネギでもトッピングしときますか。まああればね、刻みネギとか、なんか緑のもん、パセリとかでもいいです。はい、パラパラーっと広げる。はい、完成。ほんとね、旨味が効きまくって、無限にトマトが食べれる、めちゃくちゃ美味しい食べ方なんで、ぜひやってみて、箸マジで止まらんよ。それでは、今日も、
ポチャだきます。最高。マジでね、爽やかなトマトの酸味と甘みが口の中いっぱいにじゅわーっと広がり、そこにね、カリッカリにしといたちりめんじゃこの食感がアクセントになって、ガチでやばい。これトマト無限に食べれる。しかも粉チーズと鶏ガラスープの素で旨味をアップさせてるんでね、やばすぎる。悪魔的にうまいわ。ごま油の風味も最高。ほんとこれね、トマトちゃっと適当に切って、レンジを使ってカリッカリにしたちりめんじゃこと、ごま油、粉チーズ、鶏ガラスープの素振りかけるだけなんで、超簡単にできる。マジでトマトキンキンに冷やして作ってほしい。もうこれ暑い日にはおすすめ。これだけで十分ね、つまみにもなるし、うまみが効いてるんで飯も進む。まあお好みでちょっと物足らんなっていう方は塩振りかけていただいてもいいですけど、結構じゃこの塩っ気も強いし、粉チーズや鶏ガラスープのね塩気も効いてるんで、まあほぼいらないです。ブラックペッパーとかかけても絶対うまい。いや、これはマジでさっぱり爽やかで旨味が効いてるんで完全に飲めるやつ。はい、ということで今日も乾杯。おいしい。焼酎グビグビってもうた。いや、これ最高やわ。夏のおつまみとして抜群。いや、旨味がマジでえぐい。これ多分ね、じゃこの旨味とチーズの旨味、そしてね、鶏ガラスープの旨味、さらにトマトにも旨味成分が含まれてるんで、複雑に絡み合って相乗効果起きてるわ。やっぱりトマトはね、夏に美味しい野菜ですし、栄養価も高いので、マジで食べちゃって。しかもトマトってね、水分を多く含んでる野菜なんで、やっぱ夏の暑い時汗かいてね、脱水症状を起こしたり、熱中症になったり、夏バテになったりするんで、こういうね、水分の多い野菜いっぱい食べて、予防しちゃいましょう。あかん。これ最高。マジで超簡単やのにうますぎるわ。そうやな。ガチ無限トマトっていう感じにしましょうか。ほんとこれ美味しいんで作ってみてください。うますぎ。